こんにちは、こんばんは、おはようございます。おむすびチーターです。今回なんですけど、今急遽今動画回したんですけど、この状態、この通信中という状態で今5分間ぐらい待ってるんですよね。今ランク戦今やってて、5分間ぐらいずっとこの状態なんですよね。でもよく見たら僕の方の、Wi-Fi とかネット環境は全然良くて普通なんですけど、ずっとこのままなんですよね。動かなくて、バグなんですかね。バグか相手の方が何かやってるかですよね。さすがに相手の方の環境が悪かったら、普通に切れると思うんですけど、それでも切れないんで、多分おそらくバグだと思いますね。もうちょっと前も5分ぐらい待ってるんですけど、もうちょっと待ってみて、ダメだったらもう、あれですね、諦めて消してみますか。多分ダメですよね。した方がいいんですかね。じゃあ消しますね。多分これ負ける試合負けると思うんですよね。じゃあ行きます。いやー、やめてほしいですよね。相手の方全然強くなかったんですけど、さあ戻ってみて、これ支配にしてみますか。支配にしたら、あー、そうなるんですね。やっぱり、いや、これひどいですよね、さすがに。いやー、これはないですね。見てみますか。あ、負けてますね。いや、多分これ相手の方裏技バグですね。いや、これでやっぱこうやってやって稼いでるんですかね。どうなんですかね。こうやって、相手を切断させて、さすがにひどいですね。まあ、てことで今回バグ裏技でした。この後、まあ、ちゃんと通報しておきますか。打率、いやー、多分バグ、もう 100% バグですね。ぜひ皆さん、この方、こういう方と当たったら、諦めて、リタイアするか、待っても多分変わんないと思うんですよね。なんで、これは諦めて、もう通報した方がいいですね。名前とか ID とかは隠しておきますけど、ぜひこの言い方がいなくなるようにしていきたいと思います。いや、この負け痛いですね。ありがとうございました。じゃあ、もしよければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。結構泣いてます。また次の動画で会いましょう。さよなら。